つの作品が夢の対決ができてしまう。使う時ね、もうスリーブ何重にもしたい。オフな日って感じでいいの。そうですね、確かに。聞いたところによると書き下ろしらしいんだって。すごくない？バンダイマニア、えひもりもりまりちゃんです。バンマリ上陸、りっくんです。まっすぐ前進、まっすーです。今日紹介するのはこちら、ユニオンアリーナです。新たなトレーディングカードゲームが登場しました。その名もユニオンアリーナー。ついにましたね。はい、ついに。うちらはさ、あのジャンプフェスタ行った時にプロモパックをもらって、もうあの時からずっと楽しみにしてたんだよね。そうですね、いろんなキャラクターいてめちゃくちゃ気になるなと思ったんで、ようやくバンマリで紹介できるんだっていうのがね、もう楽しみでしょうがないです。まあ、改めて説明すると、ユニオンアリーナは漫画、アニメ、ゲームなどさまざまな作品が参戦するルール共通型トレーディングカードゲームなんです。つまりさまざまな作品同士がこう夢の共演ができてしまうというカードゲームなんですね。スタートデッキが目の前にあるんですけれども、コードギアス、反逆のルルーシュ、呪術廻戦、ハンターハンターと3つのスタートデッキがあるので、この3つの作品が夢の対決ができてしまうと。素晴らしいカードゲーム。最初からさ、うん、3作品のスタートデッキが出てくれるのって嬉しくない？そう、めちゃくちゃ嬉しい、ね、ちょうど3人だしさ、トーナメントバトルできるんじゃない。おー、いいね。バンマニでは初めての紹介となるので、カードの説明など詳しくしていきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニ、ユニオンアリーナは人気キャラクターたちが作品間の垣根を越えてバトルをする夢のカードゲームとなっております。ゲームに使うカードは主に4種類あります。まず1枚目がキャラクターカードというカードです。そして2枚目がフィールドカードというカードです。3枚目がイベントカードというもので、4枚目がアクションポイントカードというカードになっております。この4枚を組み合わせて遊んでいくというようになっております。種類としては4なんだ。そう、4種類なんですよ。まあ、デッキ組むときはこの3つなんですけど、まあ、これらの4種類を使ってゲームを遊んでいくので、1枚1枚どのようにして使っていくのかを説明させていただきたいと思います。ではまずはキャラクターカードの説明からしていきます。キャラクターカードは主に相手のライフに攻撃したりブロックしたりすることができるカードです。左上の数字のエナジーがエナジーラインに溜まっていれば場に出すことができます。これは詳しくはまたバトルの時に説明していきたいと思います。次はこちらのフィールドカードです。フィールドカードは他のキャラクターを強化したりバトルを有利に進めることができるカードです。このフィールドカードはエナジーラインと呼ばれるところに置くのですが、これもまたバトルの時に詳しく説明していきたいと思います。次にイベントカードというカードなんですが、イベントカードは使用することで効果を発動することができるカードです。使うと場外に送ることが多いカードとなっております。次はアクションポイントカードというカードなんですが、アクションポイントカードはカードを使用するためのコストとして使用します。先ほどのカードの紹介の時に、この左上に必要なエナジー数という話をしたんですけど、その下に、アクションと書いてある文字があります。このアクションという数だけこのアクションポイントカードを使います。このルルーシュランペルージュのカードであればアクション2と書いてあるので、このアクションポイントカードは2枚使用するということになります。バンマニ、今紹介してきた4種類のカードの中からアクションポイントカードを除いたキャラクターカード、フィールドカード、イベントカードの3つを組み合わせて50枚のデッキを組んでいきます。そしてこちらのアクションポイントカードはデッキとは別に3枚用意することでバトルがスタートすることができます。おお、なんかどんなデッキにするか悩んじゃいますよね。うん、ちなみにデッキの組み方のコツってあったりするんですか？いい質問してくれるじゃないですか。コツもありますし、今日はねちょっと注意点なんかをお伝えできたらなと。 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まずは1つ目、同じ作品のカード同士でのみデッキを組むことができますので、同じカードの作品同士でデッキを組んでください。コードギアス反逆のルルーシュであれば、コードギアス反逆のルルーシュのカードでデッキを組んでいくということですね。じゃあ呪術廻戦とか混ぜれないってことですよね。そうなんですよ。なるほど。同じ色でも
作品別ってことだ。そうなんですよ、いろいろねカードによって色はあるんだけど、同じ作品同士でデッキは組んでいただきたいということですね、まあ、ただ、まあ、同じねデッキにすることはできませんけど、作品間を超えてバトルすることができますので、まあ、そちらをね、ぜひ楽しんでいただければと思います、はい、そして2つ目、デッキを組む上で同じカードは4枚までしか同じデッキに入れることはできません。同じカードは4枚までしか入れることはできないんですが、例えばここにある光月可憐のカードなんですけど、この絵柄のカードは4枚までしか入れることはできないんですが、別にもこうやって光月可憐のカードあるんですよ。このカードはまた別に4枚入れることができるんです。なので自分の好きなキャラクターがいろんなねこうカードの種類であれば、それをね4枚ずつ入れて自分の好きなキャラクターでいっぱいのデッキを作るということもできるわけです。あ、それは嬉しいですね。そうだよね、デッキを組むのにさ迷ったらスタートデッキも発売されてるし、スタートデッキの内容を見て、あ、こういう風に組めばいいんだって参考にするのもありそうだよね。確かにその通りだね、ね、こういう傾向で何枚このフィールドカード入れてとか、うんうん、ゲームカード入れてとかって、うん、勉強にもなりそうだよね。確かになんか想像が膨らむよね、今スタートデッキの話出ましたね、はい、はい、持ってきました。えおー、やったー、マジっすか。持ってきましたよ、ブルーシュ、C2、カレンなど黒の騎士団のキャラクターで構築したユニオンアリーナスタートデッキ、コードギアス反逆のルルーシュ、虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野原など呪術高専のメンバーをはじめ多数のキャラクターを収録したユニオンアリーナスタートデッキ、呪術廻戦、ゴン、キルア、レオリオ、クラピカなど多数のキャラクターを収録したユニオンアリーナスタートデッキ、ハンターハンター、この3作品のスタートデッキがすでに登場しております。いやー嬉しい、私もうハンターハンター超大好きだから、もうこのハンターハンターのスタートデッキ使うことは決まりました。じゃあ俺も自分の大好きな呪術廻戦のねスタートデッキを使ってねバトルしたいなと思ってます。じゃあ僕も自分の大好きなコードギアス反逆のルルーシュのスタートデッキを使っていきたいと思います。バンバニーということで、ここまでカードの説明をしてきて、いよいよバトルということなんですが、今日の動画はここまでです。拍手じゃない、バトルしたかった、バトルしたいですよね、気になるバトルの動画はまた明日お届けします。2人にはちょっと投資を貯めといてもらいたいんですが、今日はこちらに現在発売中のブースターパックを用意したので、その中から気になったカードを何枚かピックアップして紹介していきたいと思います、はい、ではまず僕から、ユニオンアリーナブースターパックコードギアス反逆のルルーシュからおすすめのカードを紹介していきたいと思います。僕の1枚目はこちら、ガウェインの SR のパラレルカードでございます。あらまー、イラストですね、かっこいいですよね。通常のね、ガウェインのカードもあるんですが、こちらのパラレル仕様は光り方がそれぞれ違くて、ルルーシュと C2 の後ろにガウェインがこう佇んでいる感じがとてもかっこいいイラストとなっております。でこのカードとても強力なカードになってまして、レイドするカードなんですけど、相手のフロントラインのキャラは全てこのターン中 BP-1000だったり、このキャラは BP2000 以下のキャラにブロックされないというカードなので、相手がね低コストで BP が低いカードの場合はブロックができないので、そのままライフに攻撃できる、とても強力なカードになっております。うわ強っ、とっても強いです、そして気になる2枚目、僕の大好きなクルルギスザクのカードです。いいね、かっこいいよね、これも SR のパラレル仕様となっております。もう輝きがね豪華すぎて、もう高級感、やばいますね、使う時ねもうスリーブ何重にもしたい、大切に使うから僕の元に来てっていう感じこのカードがまたすごく強力なんですよ。インパクトというね強力な効果も持っているんですが、アタック時に BP3000 以下の自分の場の他のキャラを1枚まで選び、アクティブにすることができるということで、別の例えば3000以下のカードで先に1回攻撃をして、その後にこのスザクで攻撃をすると、その3000以下のカードがまたアクティブになってもう1回攻撃ができるという、うわすごっ、スザク強い、諦めない感じは出してるよね、スザクの。そうだね、やっぱスザクがねもうみんな強い強いって言ってますし、原作でもとても強いスザクですが、このカードでも非常に強力な効果を持っています。そして3枚目がこちら、光月可憐のアクションポイントカードです。おー、かわいい、いいね、いいよね、
やこれもね光り方がまたそれぞれの場所で違うのでぜひお手に取ってみてほしいなと思うんですが、こちらもブースターパックにラインナップされております。ぜひ皆さんユニオンアリーナブースターパックコードギア300のルルーシュゲットしてみてください。じゃあ僕が選んだカードを紹介していきます。はい。呪術廻戦のカードを紹介していきます。2枚一気に紹介します。うん、こちらでーす。あっ！おー！京都号じゃん！そうなんですよ。まさかね、僕、ラインナップ知らなかったんですけど、うん、京都校からもラインナップされてるとは、うん、いやー幅広く取り入れてますよね。素晴らしいです。いいじゃん。いいですね。いいぞ。はい、こちらですね、東堂葵のスーパーレアのパラレル、そして、うん、丹羽霞のスーパーレアのパラレルとなっております。え、ちょっと待って、これまでの名シーンがハイライトみたいな感じで後ろにデザインされてるんだね。ん、呪術廻戦のパラレルのカードはこんな感じでね、アニメのシーンが切り取られた背景がね、うん、あるんですよ。黒い背景とね、うん、マッチしていますよね。ね、なんか世界観と合ってるね、うん、ぜひねこちらのカードをゲットしてみてください。そしてまだあります。はい、はい、先ほどねマッスーも紹介していたと思うんですけど、うん、はい、こちらです。アクションポイントカード2枚を紹介していきます。いやいいですね。いい。こちらですね、アニメのエンディングの最後のね、あのこのポーズを決めるシーンを切り取ったようなね、はい、イラストになっています。わー、いい、おしゃれ、ね、おしゃれだ。ちょっとポップな感じになってるのが可愛いですよね、うん、そしてこっちはですね、見てください。呪術高専のね、1年生の3人と五条先生の4人が描かれたアクションポイントカードとなっております。オフな日って感じでいいね。そうですね。確かに。ちょっとユージくんがね、学ランを脱いでパーカー姿っていうのがね、結構珍しくて。ねえ、いいね。確かに。グリーンがね、仲いい感じが現れてる、すごいね、いいカードになってるので、こちらもぜひゲットしてみてください。じゃあ、私はハンターハンターのブースターを紹介していきたいと思います。じゃあ、4枚一気に紹介します。はい。はい、うん、SR のゴン、キルア、クラピカ、レオリオです。おー。はい、やっぱこの4枚一緒。いや、この4人あってのハンターハンターですよね。いや、そうなんだよね、うん、聞いたところによると書き下ろしらしいんだって。すごくない？めちゃくちゃいいのイラストが。そうですね、ファンにはたまらないですよね、書き下ろしイラスト。え、そう、書き下ろしってもうこの文字だけでご飯食べれる。わかる。いや、本当にあのデザインもちょっと統一性があって、うん、でそれぞれをちょっとモチーフにした背景色になってたりとか、周りにアルファベットで名前が記載されてたりとか、本当におしゃれなんだよね。うん、これちょっと入れてフロントラインに4枚並べてとかね。確かにと思って。確かにね。そう、しかもこのね、ゴンの効果がその登場時とアタック時で、うん、自分の場のキャラ2枚までを選び、この単純 BP プラス1000。おだから本当なんかゴンってなんかみんなの士気を上げるような。うん、なんか活力を与えてくれるような存在だから、うん、かキャラクターにも合ってる効果なんだと思って、うわ、めっちゃ使いたいって思った。これいいね、これいいよね、うん、これはハンターハンターファン必見のカードになってますよ、うん、そしてそして私もアクションポイントカードを紹介したいんですけど、はい、うん、こちら、お、見て、お、よくない？お、すごい、またこれは、はい、こちらも書き下ろしイラストを使ったアクションポイントカードになってて、わ、1枚にゴンとキルア、そしてクラピカとレオリオっていう、うん、何これ両方欲しいんですけど、いや、そうです、もう切れてるやん、そう嬉しすぎて切れてるやん、何これと思って、めっちゃかっこいいのよ。これはどっちも集めたくなるね。そうですね。ちょっとさ、これ普通にアクションポイントカード使いたくね、これ。めっちゃ使いたい。アクションポイントカードベストにして、うわ、いいね、ちょっと夢が膨らみますよ、これ。確かに、これゲットしたいです。ぜひハンターハンターのブースターゲットしてください。バンダイマニア、今日はユニオンアリーナを紹介しました。もうバトルしたくてしょうがないでしょ。本当に早くやりたいですよ。バトルをしたいなって思わせるためにここで切った。なるほど。まずはカードの説明をしないとバトルができないから、うん、もう次はね、バトルの説明をしながら実際にバトルできるので、ちょっと楽しみにしてもらいたいんだけど、はい、まあさっき言った通り、このスタートデッキがあればもうすぐにプレイすることができるので、もうこれのおすすめをね、まず今日はさせていただいたというような感じですよ。うん、いや、もう欲しくなっちゃったよ、もう。いや、まずね、ちょっと一つはゲットして、うん、なんか練習したいな、とりあえず。まあ、そうだよね。うん、いや、なんかさっきカードチラチラって見たんだけど、うん、どの効果も結構シンプルなのが多いから、本当に初心者向けというか、
これをまず買えばユニオンアリーナの練習もできるし、うん、でさらにねブースターもさ発売されるじゃん。そうなんだよ。だからデッキ組む練習にもなるなと思って、うん、スタートデッキにブースター何枚か組んでみるのもいいしって思って、もういろいろなんかやれること多いなと思って、これからのユニオンアリーナ活動がちょっと充実しそうだなって。確かにね。そうだよね。いろいろ考えたいね。で、モニちゃんがハンターハンターで、りっくんが呪術廻戦、うん、で、僕がコードギアスとね、もう推しのスタートデッキを決めましたので、はい、もうブースターパックもね、購入して開封しまくろうっていう気持ちでもあるんですので、はい、明日の動画では詳しくバトルの説明を紹介していきますので、楽しみにしていてください。4月からは全国のカードショップで豪華記念品が手に入る公認大会も実施しております。詳しくはホームページをチェックしてください。ユニオンアリーナスタートデッキ、コードギアス反逆のルルーシュ、呪術廻戦、ハンターハンターは現在発売中。ユニオンアリーナブースターパック、コードギアス反逆のルルーシュ、呪術廻戦、ハンターハンターは現在発売中。そのアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。